ボスラジオ。はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は番外編です。普段でしたら、ゲストを呼んでお話をしていくところなんですけども、今日は、筑波大学の学生団体ユティックと、エンボスラジオが合同でイベントを開催しましたので、そちらの模様をお届けしたいと思います。それではどうぞ。19時になりましたので、イベントの方を開始させていただきたいと思います。本日は皆様ご参加くださりありがとうございます。2時間という短い間ですが、皆様にとって有意義な時間になればと思っております。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。本イベントの注意事項なのですが、画面の方は、オフにしていただき、音声の方も、ミュートにしていただけるよう、お願いをしたいと思います。なお、イベントの最後に皆様のスクリーンショットを撮らせていただく時間を設けたいと思っております。その時には、よろしければ画面の方をオンにしていただければと思っております。続いて、本日お忙しい中、イベントのゲストスピーカーとして、登壇していただく4名をご紹介いたします。まず1人目が、園田幸也さんです。よろしくお願いします。園田です。そして2人目が水島淳さんです。水島です。よろしくお願いします。そして3人目が石原美穂さんです。石原です。よろしくお願いします。はい、そして4人目が春日大輝さんです。春日です。よろしくお願いします。はい、そして司会進行を務めさせていただくのは、生物資源学類1年の港遥と、私国際総合学類1年の勝地亮太です。よろしくお願いいたします。本日の流れを簡単にご説明いたします。ライフチャートを用いながら、園田さん、水島さん、石原さん、春日さんの順にお話ししていただきます。質疑応答の時間を多く確保するため、ゲストスピーカーとゲストスピーカーの間の、間に、質疑応答等時間を設けませんのでご了承ください。質問がある場合は最後の質疑応答の時間にミュートを解除しお話しいただくか、随時チャット欄にコメントしていただければ、最後の質疑応答の時間に司会の方が代読させていただきたいと思います。質問の内容はゲストスピーカー1人に対するものでも構いませんし、4人全員に対するものでも構いません。なお、質疑応答の時間を除き、ミュート設定をよろしくお願いいたします。質問の際には、よろしければ画面をオンにしていただけると幸いです。早速、園田さんのお話に移らせていただきます。園田さんについて、司会の方から簡単に説明をさせてください。園田さんは2015年に筑波大学地球学類を卒業され、在学中はカナダへの短期留学を経験。大学休学中にフリーランスのフォトグラファーを目指すも挫折。大学卒業後は副業 NG の会社を説得し、京都と香川の2拠点生活をしながら、会社員として、さらに個人事業主として副業されています。それでは園田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ちょっと画面を共有しながらお話をしたいと思いますので、少々お待ちください。はい、見えてますでしょうか。大丈夫ですかね。はい、ます。はい。園田幸也と申します。今30歳で、2010年に筑波大学地球学類に入りまして、2015年卒業して1年間休学をしています。今は民間の気象会社、お天気の会社ですね。で、ウェブのデザインを、本業にしながら、個人事業主と働きつつ、都会と田舎の2拠点生活というところで、割とキャッチーなところを、進んでいるような生き方をしております。で、一番最初に学生時代の振り返りをしながら、どういうことをやってきたのかっていう話をしつつですね、その卒業した後にどういうことを感じて今に至るのかといったところの話をしていければなというふうに思います。でまず、こちらのチャートなんですけれども、1年から、5年までですね、ざっくりと書いております。で1年目はですね、割と、学生ライフをエンジョイをしまして、学園祭の実行委員で映像を作ったりですとか、あとはリアルジャムっていうストリートダンスのサークルに所属をしながら踊ったりとかしていました。で転機が2年目になるんですけれども、2年目でカナダの短期留学ですね、筑波大学が提携しているトンプソンリバー大学っていうカナダの大学なんですけれども、こちらに1ヶ月2ヶ月ぐらい短期留学をして、あ、海外っていいなっていうような原点ができました。でその時点では全然英語はですね、慣れてきたかなぐらいで帰ってきてしまったので、語学力としては全然身についていませんでした。で同時期にですね、東京スカイツリーですね、
がオープンしまして、そこのフォトスタジオにアルバイトとしてオープニングスタッフで入りまして、写真を使いながら海外の方といろいろ写真撮ったりするのが楽しいなっていうような原体験もここで生まれたような形です。ここが結構ターニングポイントになりました。で3年目以降はですね、海外のスイスで地形学という地形を学ぶような学問の準研があって、そのついでにヨーロッパをバックパックしたりですとか、あとは気象観測で、山岳気象でネパールの、アルプス街道ですね、エベレスト街道に行って観測測器をつけたりとか、そういうところで海外の旅行するの楽しいなっていうようなところで、それを仕事にできないかなっていうような、気持ちがムクムクと育っていったというような形ですね。で4年次で、就職活動する前に1年間休学をして、フリーランスでフォトグラファーになれないかなっていうので、クラウドファンディングでお金を集めたりとか、東南アジアの少数民族を回って写真展を開いたりとか、そういう活動をしたんですけれども、結局こう、薄利多売の仕事の仕方をしてしまって、まあ、月30万ぐらい稼げるんですけど、夜遅くまで仕事をしてしまったりとか、するっていうような生活の仕方をしてしまったので、なかなかこのままフリーランスで一本やっていくのは厳しいなっていうので卒業したというような過程がありました。で、一番右側5年次ですね、写真展をしながら、やっぱ思いとお金のバランスをどういうふうに上手に取っていくのかっていうのが自分の中で課題がありまして、卒業後は副業禁止の会社を説得をして、OK にしていただきながら本業と副業をやるというような生活になりました。で、実際写真ってやったのはこういう様子ですね。当時の Facebook の投稿から持ってきてるんですけど、これギャラリー Y さんっていう、南の方にある写真展の会場で、こういうトークイベントしたりとか、こういう、筑波大学の校内でも写真展をしたりとか、回りながら写真活動をしていました。で、結局卒業してから、入社をしてですね、自分の中で何を大事にしていきながら生きようかなっていうのを考えたんですけど、その結果、半径2メートルぐらいの身近な人ですね、もう大切にして生きていきたいなっていうので、人生の背骨的なところを決めたんですね。やっぱり多くの人は変えられないし、自分の身近な人だけでも大事にしていきたいなっていうところで、でそのために何が必要かっていうと、最低限自由に使えるお金と時間、これをどんどん仕組み化していくことが大事だよねっていうようなところに、帰着をしました。でその方法ですね。これを実現するための方法として僕が選んだのが、会社員と個人事業主を両方組み合わせながら働くっていうところで、当時2015年で、今みたいに副業とか、マルチワークとかパラレルワークみたいのがなかなか広まってなかったので、うちの会社も副業禁止だったんですけれど、会社を説得をして、副業 OK にしてもらったというような経緯があります。当時、僕も希望の部署には入れなくてですね、会社員の仕事は、まあ、お金を稼ぐための仕事っていうふうに割り切って、やりながらですね、副業の方で自分でやりたいことをですね、学生時代の観光とか、英語とか、旅行とか、そういうところを、仕事にしていくというところで、少しずつ自分の活動を始めました。これが大学を卒業して1年目以降の話ですね。で実際撮ってるのはこういうファミリーフォトだったりとか、まあ、これすごいジャンプしていただきながら、家写真なんですけど、実は。楽しく面白く撮ろうみたいなことで撮ったりとか、あとはウェディング写真撮ったりとか、あとは海外の企業さんとか、インバウンドで日本に来るお客さんの写真ですね。このあたりは日本、全国通訳案内士という英語の国家資格があるんですけど、それを取得をして、英語と観光と、カメラと仕事にしていくというようなところで、学生時代の体験がつながっているようなものですね。で実際に英語力みたいな話になるんですけれども、英語を仕事にする過程で、僕は短期留学だったので、やっぱ語学力がなかなかつかなかったんですね。で、実際につき始めたのが、やっぱり仕事にし始めてからっていうところがあって、具体的に言うとカナダのフライトグラファーっていう写真のエージェントがあるんですけれど、そこと独立契約を結んで、海外の方と、そのフライトグラファーって海外のエージェントと3社間でこうビデオ打ち合わせをしたりとか、メールとかも全部英語であるので、そういうところでこう、しっかり英語学ばないとまずいな、みたいなところで自分を追い込むような環境を作って、どんどん英語を実践で学びながら、仕事にしながら培っていったというようなところがあります。まあ、ただですね、やっぱり、資格取得とか学歴とか、その海外の経験みたいなところと稼げるかどうかは全く別問題だなっていうのは当時から感じていて、僕も国家資格として気象予報士とか、
全国通訳案内士という資格は持っているんですけれども、やっぱ難関資格と言われるものを取得をしても、結局それを使って稼げるかどうかっていうところは、まあ、自分次第なところもありますし、あとはどの市場でそれを使っていって、どのお客さんと仕事をするかによって全く異なるなっていうのを、学生時代から感じて、で、僕自身も当時は国内のウェディングとか、そういう市場の国内市場やってたんですけれども、インバウンドにそのフィールドを移すことによって、海外の企業さんとか、海外の富裕層の方と仕事をすることによって、単価を上げていって、思いとお金のバランスを取るみたいな選択肢を、取りました。で、具体的にはですね、3つスキルを掛け合わせて独自化をするっていうのをやってまして、で、気象予報士として、まずこの青色の部分ですね。気象予報士は桜とか紅葉とか天気の予測ができるので、それで一番ベストなタイミングでベストなところに行くみたいなところのコンサルティングをしつつ、あとは英語の資格ですね、通訳案内をしながら海外の方をアテンドしつつ、日本の文化だったりとか、そのお寺神社さんとか、日本の背景について解説をしながら写真を撮ってそれを可視化してプレゼントするみたいなところで、高単価化をしておりました。で、具体的なお金の話をすると、通訳案内士のだいたい半日200ドル、1日400ドルぐらいなんですね、単価って。なので、日本円にすると2万2000円から4万4000、5000円とかなんですけれど、写真の場合って、だいたい1時間で400ドルチャージができるんですよね。1時間で4万5000円ぐらいチャージができるので、そもそも単価がやっぱ違うんですよね。なので、無形のものと有形のものでそもそも単価が違いますし、そこで日本人相手に写真しか撮れない人と、海外の方向けにも写真が撮れるっていうところで、差別化をしながら、英語を組み合わせて、プラス、そういう桜とか紅葉とか、気象予報士的なところを交えることによって、結構インバウンド市場では、強かったかなっていうふうな当時は感じておりました。まあ、ただそのコロナの影響もあったので、今はインバウンドもゼロになってしまったんですけれど、そういう話もちょっと後でしていきたいなと思います。一方でですね、空き家再生みたいなところも夫婦で実はやっておりまして、今シェアハウスを香川県で2棟ですね、戸建てをリノベーションして、これが1棟目、これが2棟目で、合計2棟、6室運営をしています。で、プラスコロナ禍以降はですね、テレワークが OK になったので、築100年の古民家を買い取りましてですね、こんな感じで自分たちで住みながらリノベーションをして、それをコンテンツ化していくみたいな活動をしています。はい。で、メディア実績的なところを言うと、さんまさんと実は去年コラボさせていただいてですね、さんまさんの夜中の番組なんですけれど、夫婦で、共演させていただいて、さんまさんと会えたのが去年のここ一番の思い出になっております。はい。あと NHK さんとか日経新聞さんとかですね、割とメジャーどころにも取材をしていただいております。で、こういうのをコンテンツにしながらですね、どんどんアウトプットしていくと、やっぱりホットな話題のところもあるので、割と SNS のフォロワー数も増えていってですね、だいたいトータルで6万人ぐらいフォロワーさんがいて、で、こういう数字を持っているとですね、企業さんとコラボだったりとか、メディアさんとコラボだったりとか、話が進みやすいので、そういうところでも思いとお金のバランスを取るみたいなところで、どんどんアウトプットしていくっていうのを、ここ3年ぐらいですね、はやっております。やっぱマーケティング込みで仕事ができる、こういうキャノンさんの大手さんの、フォトアルバムのこれは案件だったんですけれど、こういう自分をコンテンツ化していきながら、旅とか、写真とか、そういうところを売りにしていって、どんどん自分をブランディングしていくと、割とやりたいことができるようになったかなというところがあります。はい。ここまでざっと説明してきたところですね、概念化したものはこちらになるんですけれども、結局その社会人になって、例えば英語の経験だったりとか、留学の経験だったりとか、自分がやりたいことをどうしていくかみたいな話になってくると、どうしてもお金の話になってくるんですね。自分の思いがあるんだけれど、それをじゃあどういうふうに仕事として、生き方として実現していくかみたいなところで、僕の場合は、左側がスポットの収入で、右側がストック型の収入っていうふうなところで、分けていまして、左側がですね、会社員と個人事業主というところで収入をダブルインカム的に2つ作って、それを空き家再生で不動産収入ですね。
1月4万円から5万円1部屋で貸して、計6部屋みたいな形で、満室時は想定はしてるんですけれども、それをどんどん増やしていったりとか、あとは、最近は結構メディアとかでも流行ってて、まあ、ファイヤーじゃないですけども、積み立てNISAとか、米国株式とか、そういうところに振り分けていって、どんどん資産を増やしていくみたいなところで、活動をしてきました。で、こういうところをですね、ただ自分の中でやるだけではなくて、アウトプットをどんどんしていくんですね、SNS で。で、それによって企業さんとタイアップをしていって、自分たちの、やりたかったこと、僕と言えば観光とか、英語とか写真とか、田舎暮らしとか、副業とか、それとかキーワードになるんですけれど、それを、企業案件とかメディア取材につなげていって、で、その実績をもとにさらに営業するみたいなところでいい循環を作っていくと、割と自分のやりたかったこととお金のバランスが上手に取れてきてるかなというところが、今30歳になってきて、ここ10年ぐらいですね。当時学生時代は挫折をしたんですけれども、そこから学び取ったところとしてあるかなというのがあります。でよくある、質問の中に時間の作り方、あとお金の作り方みたいなところの話があるので、最後にそれをして終わりにしたいと思います。時間の作り方なんですけれども、社会人になって僕真っ先に買ったのが、時短家電なんですね。で、具体的に言うと、この一番左下の乾燥洗濯機とか、ルンバとか、パソコンとか、こういうところを最初の給料で買いまして、なるべく時間をかけずに、家事とかやってもらうっていうのを、僕家事すごい苦手なんですよ。掃除とか、洗濯とか苦手なので、それをもうロボットにお願いしちゃうっていうのを、やりました。で、もう一個お金の作り方ですね。ここに関しては本業をまず頑張るっていうところで、まあ、自分で起業して何かやりたい人とかまた別の話になるんですけども、会社員になる人は、会社員の仕事をちゃんとまず頑張って、しっかり仕事をしながら固定費を落とす。まあ、携帯のネット代とか、家賃とか、保険とか。削りながら、副業を頑張る人もいれば、あるいは転職を頑張る人もいるかと思うんですけれども、そこで収入を増やしていくと。で、自分で得たお金をですね、どんどん自己投資したりとか、知識経験、それから不動産金融ウェブみたいなところに振っていくと、割とこうトータルで王道の資産の作り方になるんじゃないかな、というので、いろんなところでお話をしております。で、収入的なところってこんな感じですね。上が会社員の収入で、下が個人事業者の収入になるんですけど、会社員の収入は割とこう横ばいで、で、うちは7月、12月が賞与の月なので、ここでボンって上がるんですけど、それ以外はだいたい30万から40万ぐらいですね。収入があって、で、一方で下段の個人事業主の方も波がすごくて、春秋の僕は結構写真の繁忙期があるので、桜のシーズンと紅葉のシーズンはこんな感じで収入が上がりますよと。ただコロナの月が、この4月の真ん中がコロナの収入なんですけど、月5万円ぐらいしかなくてですね、ここで第二廃業みたいな形で実質インバウンドは終わったかなみたいなところで、今は国内の市場に振り分けてますね。はい。で、最後たまたまこんな感じになりましたよっていうので、やっぱ最初からこういうのは設計できるわけではなくて、計画的偶発性理論っていう、僕はよく言うんですけれども、プランドハプンスタンスセオリーなんて言って、ある程度こうやりたいことを決めていきながら、方向性だけ決めておいて、あとはその都度、起きた事象に対して全力を投じて、運も大事にしながら、味方につけながら、やっていくのがおすすめですよ。で、あとはやり続けたいことを、アウトプットし続けながら、変化と行動していくのがおすすめです。はい。ということで、ちょっと駆け足になりましたけど、以上になります。またご質問等はですね、チャットとか一番最後で受けたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。園田さん、ありがとうございました。続いて、水島さんからの、お話に移らせていただきたいと思います。水島さんは、京都教育大学から筑波大学大学院に進学され、大学院休学中に青年海外協力隊としてパラグアイに2年間派遣され、現地でご自身が取り組まれてきた投擲競技のコーチとして選手育成及び普及活動に携われました。修士卒業後は株式会社アシックスに就職、その後世界的スポーツイベント組織委員会の国際広報を得て、現在シンガポールのナショナルユーススポーツインスティチュートにて、現地スポーツコーチの育成に従事されています。それでは水島さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
ちょっと園さんの、あの発表が素晴らしすぎて、もう人生の師匠になってほしいなと思っているところでございます。水島純でございます。今、シンガポールにあるナショナルユーススポーツインスティテュートっていうところで、あのシンガポール現地のスポーツコーチたちの育成に携わっております。今日はあのこんな感じで、半袖でしかも直射日光を浴びながら、場違い感があるんですけども、大学は京都教育大を卒業していて、でそこからあのスポーツコーチングを研究するために、2014年に筑波大学の大学院に入学をして、で実際ついこの間あの博士課程を修了しました。で、今回世界に羽ばたくというテーマで、もともと僕京都から出たことがなかったようなあの人だったんですけども、まあ、その私がスポーツを通してその世界に興味を持つようになった、修士卒業までの8年間、学部4年間と、休学2年間を含む修士2年間について、このスライドで簡単にまとめさせていただきました。で、まあ、こうやって改めて見てみると、こう、ポジティブにもネガティブにも感情の起伏が、まあ、大きいというイベントだけ覚えてんやなという。なので、なんか、ネガティブが悪いっていうか、ネガティブもいい思い出やなと思いながら振り返ってました。で、一個一個見てみると、2010年に京都教育大に入学して、で、ずっと投擲競技、陸上競技の投擲の円盤投げをやってたんで、まあ、当然ながら陸上競技部に入部しまして、で、いろんな新しい友達ができて、で、その後競技も私生活もまあ順調にいって、まあ、ポジティブ要素がどんどん伸びていって、さらには、あの、関西ではビッグイベントの関西インカレっていう大会があるんですけど、その大会で入賞もして、あの、有頂天になってたところ、その後彼女に振られ、足を骨折するという大きい事故にあり、そして交通事故も味わい、まあ大きい挫折を感じた。で、そこで練習もあんまりできなくなって、で、体が動かせないんだったら頭を動かそうということで、勉強を始めました。で、勉強を始めていくうちに、その研究とか論文を読むのが、まあちょっと興味を持つようになって楽しいなと思い始めて、で、大学3年生の時に初めて筑波大学と、あの、陸上競技部の皆さんと合同練習をさせてもらう機会があって、で、当時筑波大は日本一の陸上競技クラブで、投擲の皆さんもすごい方々ばっかりだったんで、まさにあの、目が開くような経験をさせていただいて、で、筑波大学の大学院に興味を持ったというか、そのまま研究筑波大学でやってみたいなと、その、当時のまあ今もそうなんですけど、陸上競技部の投擲の先生が素晴らしい先生で、で、その先生のもとでコーチングを研究したいなと思うようになったきっかけになりました。で、大学4年生になると、もう自分の競技は、まあ、足も骨折して体もボロボロやしということで、コーチ業を始めるんですけども、あの、後輩をまず指導していって、で、そうすると、なんかいろんなことに疑問を持つようになって、でいろんなアドバイスをあの後輩に対してするんですけど、これって本当に正しいんだろうかとか、あの、まあ、いわゆるエビデンスに基づいてるんだろうかみたいなハテナがいっぱい浮かぶようになって、またそれが研究へのモチベーションになり、で大学院の受験に結びついたと。で、無事に筑波大の大学院に合格して、で、いよいよ大学院生活かと思いを巡らしていたところに、その、論文とか読み始めて、英語の論文ばっかりだったっていうのに気づいたんですね。で、これまで英語とかまるで勉強したことがなかったんで、あの、あんまり読めないと。しかも、あの、2013、4年あたりはすごい世の中でグローバルかグローバルかみたいなことも言われ出して、で、これ大学の先生持ちになった時に、学生さんたちが外国人だったら、僕もしかしたら英語で授業とかしないといけなくなるんだろうかとか、なんかいろんなことを考え出して、ちょっと英語に興味を持ち出します。
で、そこで、大学4年生で卒業間近の時に、これまで部活しかやってこなかったんで、外の世界を見てこず、英語なんて勉強したことなかったということで、ちょっとオーストラリアに行って語学を勉強しようと、2週間ぐらい行きました。で、まあそうやってオーストラリアに行って帰ってきて、大学院に入学します。で、ずっと京都で暮らしてたので、まあ、筑波に引っ越すっていう時点で結構自分の中で大きい生活の変化で、まあ一人暮らしも始めて、で、新生活にワクワクしながら、またモチベーションを高めるんですけど、実際に大学院に入ってみると、筑波大学の、まずその一緒の同期の大学院のみんなってすごい賢い人たちばっかりで、で、陸上競技部を見てみると、当然日本一のコラばっかりだったので、まあ、すごいアスリートもたくさんいる。で、先生たちは日本一のスポーツの研究者たちで、コーチでっていう中で、自分って本当に何なんだろうみたいなのを改めて思わされました。で、そこでちょっと周りに圧倒されながら、関東弁というか標準語の人たちにいろんな批判も受けながら、ちょっと挫折を感じ、で、自分を見つめ直します。で、その中で、博士課程まで行こうと思ってたんで、5年後には、まあ、大学の教員になってたいなと思ってたんですけど、修士1年の時に。でも、スポーツコーチングが専門だったので、自分自身、競技力も全然なくて、コーチの経験もなくて、で、日本一の学生たちを目の前に自分が何が教えられるんだろうっていうのにすごい悩んだ時期があって、じゃあ一回自分も外に出てみようと。海外に出てコーチをして帰ってきたらいろいろ伝えられることもあるんじゃないかっていうことで、機会を探していて、アメリカとかドイツとかのスポーツコーチできるとこないかなって探したんですけど、なくて。で、青年海外協力隊の募集を見て、パラグアイで投擲のコーチを探してるっていうのがあったので、受けたら受かって。で、実際に行くまでは、その研究と青年海外教育隊に行くまでの準備を進めていたと。で、修士1年終えたところで休学してパラグアイに行きます。で、新しい生活を始めて、で、異文化にワクワクしながら、いろんな人と出会ってスペイン語を話して、で、代表コーチにもならしていただいて、国際大会にも出て、コーチとしての経験を積めたと。で、青年海外協力隊として任期を終えるにあたって、また、修士2年なんで、その仲間たちは就職活動とかを始める段階で、自分が就職するのか、博士課程にやっぱり進むのかっていうのを考えたときに、当時、パラグアイの陸上競技連盟ってお金がなくて、スポンサー集めに回ってたんですけど、やっぱりお金の知識を持っといた方がいいなと思って、で、スポーツに対してスポンサーを出してるような企業とかに入ってみると、そういうふうにスポーツに対してお金を出すっていうお金の仕組みについて学べるんじゃないかっていうことで、アシックスを選び、受けたら受かりまして、で、日本に帰って、てくると。で、アシックスに入ると同時に博士課程に入ったんですけど、まあ、それまで少し時間があったんで、さらに世界を見てみようということで、オーストラリア行ったり、マレーシア行ったり、ケニアでインターンをしたり、まあ、世界をいろいろ見て回ったということです。まあ、これがざっくりとした8年間の、大学院生活のまとめということで、発表を終わらせていただきます。また質問お待ちしてます。水島さん、ありがとうございました。続きまして、石原さんのお話に移らせていただきたいと思います。石原さんは2016年に国際総合学類を卒業されました。国際総合学類在学中は、ミャンマーに興味を持たれ、休学中にミャンマーへ留学、現地でミャンマーと日本の学生をつなげる学生団体を立ち上げています。農業機械メーカー久保田を退社した現在は、大学院に通いながら仲間と立ち上げられたプロジェクトの法人化を目指しておられます。それでは石原さん、よろしくお願いいたします。はい、石原です。よろしくお願いします。ちょっとこのスライド、めちゃくちゃ見にくいですね。
なんかいただいたフォーマットのまま書いちゃったら、縦書きを横に文字書いちゃってちょっと見にくいんですけど、あんまりこれ読まなくても大丈夫です。すいません。なんかあの首かしげて見ていただいている方とかいたので、はい、申し訳ないです。で、私は現在29歳で、ビジネススクール、大学院に通いながら、昨年の10月に久保田を退社して、今、法人の準備、法人を立ち上げる準備をしています。で、学部生の時は国際総合学類に行って、1年間休学してミャンマーに行ってました。で、プレゼンを始める前に、皆さん、ミャンマーって聞いたことありましたか？どこにあるかわかりますか？ミャンマーはノーベル平和賞を受賞したアウン・サン・スー・チーさんの国で、昨年2月にクーデター、軍事クーデターが起きた国で、最近ニュースにもなってたかなと思います。タイと中国とインドとバングラデシュの間にある国で、意外と面積が広くて日本の 1.8 倍ぐらいある国です。で、私がミャンマーへの留学を決めた時は2017年、大学2年生の頃で、今以上にミャンマーのことって全然知られてませんでした。で、今日はなぜそんなミャンマー、マイナーな国に留学しようと思ったのかっていうお話と、留学中どんなことを経験したのか、そしてその経験がどう今につながっているのかっていうのを話したいなと思います。はい、ではまずなぜ私がミャンマーという国に留学を決めたのかなんですけども、シンプルにミャンマーのことを知りたい、現地で暮らして現地の言葉でコミュニケーションできるようになりたいと思ったからです。すごくシンプルです。で、じゃあ大学入った時からそう思ってたかっていうと、そうではなくて、大学入った時はまだなんかミャンマーっていう国は知ってるけど、よくそれ以上は知らないっていうレベルでした。で、国際総合学類に入ったんですけど、漠然と高校生の時からグローバルに働きたいな、国際機関とか大使館とかそういうところで働きたいなっていうのもあって、で、なんかフランス語とか英語とかが勉強できるところに留学しようかなっていうのを、ふわーっと考えてました。でも入学してすぐに受けた授業で、たまたまミャンマーのことを調べる機会があって、で、一生懸命そのミャンマーについてこう調べているうちに、ミャンマーにどんどん興味をそそられていきました。で、この時点ではまだ留学については考えてなかったんですけども、その授業をきっかけにミャンマーのことを知って、で、当時入ってた難民支援サークルを通してミャンマー人の人とこうお話をする機会があったりとか、ミャンマーのイベントに参加してみたり、レストランに行ったりすると、さらにこうミャンマーに対する思いが高まっていって、で、大学2年生の夏休みを使って、実際にミャンマーに行って、見ました。で、バックパッカーで3週間ほど全国回ってたんですけども、結構こうそれがきっかけとなって留学を決めましたっていうのも、その時はアウン・サン・スー・チーさんが、自宅軟禁っていう状態にあったんですけど、それから解放されてどんどんこう民主化が進んでいく、で、外国企業がどんどん入ってきて、アジア最後のフロンティアなんて呼ばれたりして、こういろんなビジネスマンが街に来てこう状況を見に来てたりとか、あとは建設、いろんなビルがどんどん建っていって建設ラッシュが始まってるなみたいなので、こうグローバル化が進んで経済が発展していくんだなっていうのを感じたんですけども、一方でこう地方、私は結構地方の村とかに滞在してたので、村に行ってみるとこう少数民族が暮らしてて、そこの文化があって、その生活、のんびりとした生活が流れてて、なんかすごくこうギャップがあるなっていうのを感じて、で、そこからこう疑問が湧いてきたんですね。このままこうミャンマーが世界に開けてグローバル化して経済が発展していく中で、この国ってどういうふうに変わっていくんだろう。またこれまでその守られてきた少数民族の暮らしとか地方の人の暮らしみたいなのがあったんですけど、それがどういうふうに変わっていくんだろう。で、じゃあその経済発展をやめろとも言えないし、その
じゃあ経済発展だけで文化がなくなってしまうのも悲しいなみたいに思った時に、じゃあどうやったらその持続的な発展、現地の人にもとって一番最適な方法で発展ができるんだろうみたいなのをこう考え始めて、でじゃあそれを知るためには現地で暮らして現地の人とコミュニケーションできるようになる必要があるなと思って、じゃあミャンマー語を勉強しようと思ってミャンマー留学を決めました。本当に好奇心で決めたっていう感じなんですけど、じゃあフランスや英語圏に留学しなかったのはなぜかっていうのを考えたときに、まあ、なんか本当にフランスとか英語圏に留学したければまた後から行けばいいなっていうのを自分の中では思っていて、フランスとか英語圏は数年遅れても2年後3年後5年後10年後行っても多分そんな変わらないんじゃないかなって思った時に、ミャンマーは本当に今この1年2年でどんどん変わっていくっていうのがもう肌で感じて分かってたので、今行きたいなと思ってその時もミャンマーに留学しようって決めました。で次に留学中どんな経験をしたかなんですけども、まあ、大きく分けると3つあります。一つは大学の現地の大学でミャンマー語現地の言葉を勉強しました。あとは学生団体を立ち上げて、そして現地の日系企業でインターンをしました。で留学は2013年の12月から1年弱行ってたんですけども、日本の筑波大学の方は休学して、ヤンゴン外国語大学というミャンマー国立の大学に留学してました。で一番留学中に印象に残った経験は学生団体の立ち上げで、まあ、留学先で異文化の人と交流、異文化の人ミャンマー人と一緒にディスカッションしながらゼロから一のものを作るっていう経験ができたのはすごく大きかったなと思ってます。で留学に行ってなぜその活動学生団体を立ち上げようかなって思ったかというと、まあ、留学に行って現地の学生と交流している中で日本とミャンマーの若者同士の交流が少ないなっていうことに気づいて、何かできないかなって思っていた時に同じ思いを持った仲間、日本人の学生だったんですけど仲間に出会って、じゃあやろうっていう話になって、でミャンマー人ミャンマー側と日本側にそれぞれ実行委員を作って、で、まあ、実際に実行したという形になります。でその年の2月に準備を始めて、12月頃には日本人15人ほどをミャンマーに呼んで、ミャンマーの学生も15人ほどセレクトして、その30人、合計30人が1週間ほどミャンマーで衣食住を共にしながら、ミャンマーの社会課題に取り組むというプロジェクトをやりました。で何もない状態からそのプロジェクトをやるまでに、日本大使館とか JICA とか民間の企業などいろんな人にこうスポンサーとか講演をしてもらって、で実際にこう形にすることができて、その時すごいこう感動して、こうなんかゼロから何もないところから仲間を集めてこう行動してるうちにいろんな人が協力してくれて一つのものができるっていう、そこの面白さに気づきました。で、そうですね。留学と、その学生団体の立ち上げと、三つ目が日系企業のインターンもやったんですけど、それも学生団体のスポンサー企業さんからこうオファーをいただいて、で、1ヶ月ほどだけだったんですけど、結構いろんな日本人の経営者の方に会う機会をインターン中にたくさんいただいて、で、そのインターン中に話を、経営者の方に話を聞いている中で、すごいなんかビジネス、を通してその日本人の現地にいる経営者の方がその国の発展のためにを考えていろんなことを考えてビジネスをしてるっていうところを、その思いを知ってビジネスを通して国の発展に貢献するっていう姿に感銘を受けました。でそれまではあんまりこうビジネスっていうのに興味がなかったんですけども、それをきっかけにビジネスに興味を持つようになっていきました。で、最後、今までなぜミャンマーに留学したのか。で、
留学中何をしたかっていう話して、で、最後に、今後、じゃないや、どう今につながっているかっていう話なんですけど、就職活動のところから話したいと思います。就職活動は、準備している方は、もうすでに考えているかもしれないんですけど、私の場合は、そんなに先のことも考えずに留学に行って、就職活動っていうのがあることも、ミャンマーあまりこうインターネットもつながってなかったので、あんまりこう就職活動っていうのはピンとこなくて、全然準備してなかったんです。で、たまたま日本に帰って、なんか周りの子たちが卒業しちゃうから、なんか卒業旅行に行こうって言われて、日本に帰ってきて、そしたらなんかたまたまもう就職活動を周りの人が始めてるっていうことに気づいて、焦って就職活動を始めたので、やっとライフラインチャット初めて見てほしいんですけど、この下がってるところは、まあ、就職活動した時はちょっと落ち込んだ時期もありました。ただ、まあ、焦るには焦ったんですけど、まあ、改めて自分は何をしたいのかなっていうのを考えた時に、日本とミャンマーの架け橋になりたいっていうのと、あとミャンマーの地方の発展に貢献したいなっていう思いがあって、でミャンマーの地方を支えているのって農業なので、じゃあ農業に携わる業界に行こうって思って、農業機械メーカーの久保田に就職しました。で、まあ、そこで5年半ほど働いたんですけども、働いてる時に農業大学校に1年半ぐらい行って、自分で米植えたり野菜育てたり、農業もしながらいろんな資格も取りながら、農業者さんとつながりを持って農業の分野については詳しくなれたし、あとはデジタルマーケティングを担当してて、ウェブサイトのディレクション、制作だったり、あと SNS の運用とか、あとオンラインイベントの企画運営とかをやって、あとツール、マーケティングツールの導入とか、設計とかもやってたので、まあ、マーケティング自体もまあ一応自分の強みにはなったかなと思ってます。で、そこからさらにこう経営とかマーケティングのスキルを身につけて、もっと成果出せないかなっていうのを考えたり、あとまあいつか自分で事業をやりたいなっていう思いがあったので、その事業の作り方、新規事業の立ち上げ方みたいなのを勉強したいなと思って、久保田で働きながら大学院ビジネススクールに入学して勉強しました。というか今もしています。で、留学していなかったらそもそもビジネスっていうところが自分のキャリアの範囲にも入ってなかったし、留学の影響は そういう意味でも大きかったかなと思います。で、ミャンマーの現在は、久保田の方は辞めて、現在取り組んでいるのはミャンマーの若者に留学機会を届けるというプロジェクトで、クーデター、昨年クーデターがあって、でそれをきっかけにミャンマーに留学してた時の、まあ、知り合いのネットワーク、日系企業さんだったりビジネスマンだったりと一緒にプロジェクトを立ち上げて、で今資金調達をして、ミャンマー人120人ぐらい応募いただいた中から4名留学生を選んで、で3月下旬には熊本県にあるイデア IT カレッジ阿蘇っていう学校にミャンマー人留学生を送るっていうのがそろそろできそうです。で、まあ、そこから日本語の教育とか、ミャンマー人の若者に向けたキャリア支援の分野とかも広げていけたらいいなと思っていて、今それの構想準備中という段階です。で、最後に、まあ、軽く、大学生活の過ごし方について私の経験から2つだけ伝えたいと思います。まず1つは、自分で道を選んで、いろんなことに挑戦してほしいなと思ってます。私はマイナーな国に留学して自分のやりたいこと、興味のあることをやってきてよかったと思ってます。留学するしないって決めるのも自分だし、留学先でどんなことをするのか、それは語学の勉強だけじゃなくていろんなことができると思うので、まあ、自分でそれを選んでいろんなことに挑戦していただけるといいなと思います。で、2つ目は、まあ、考えてるだけでなくて小さくてもいいから行動してほしいなと思ってます。まあ、その学生団体の立ち上げの経験から、本当に行動しているといろんな人がサポートしてくれるし、まあ、特に今はコロナでなかなか大変だと思いますけど、意外とオンラインで国とか地域を超えてつながることもできますし、それはチャンスだと思うので、ぜひ何かやりたいことが
ある方は行動に移してみてはどうでしょうか。はい、これで私の発表は終わりたいと思います。ありがとうございます。はい、石原さんありがとうございました。最後に春日さんのお話に、移らせていただきたいと思います。それでは港さんの方からお願いします。はい、じゃあここから司会をバトンタッチさせていただきます。生物資源学類の港です。すごい、ここまで3人の皆様の話を一気に聞いたのでちょっと頭がパンパンなんですけど、ちょっと、はい、すいません。それでは春日さんのお話を最後にお願いしたいと思います。春日さんは2014年に人文学類を卒業され、さらに2017年には人文社会科学研究科というところを修了されています。人文学類に在学中はドイツの短期研修を経て1年半のドイツ交換留学を経験されています。筑波大学大学院に進学後は再びドイツに留学されています。大学院卒業後はパナソニックに就職され中国で勤務、その後現在は外資系のコンサルティングファームにて勤務されています。それでは春日さん、ご準備ができましたら発表のほどお願いします。はい、宮津さんご紹介ありがとうございます。3人続けてなのでかなり皆さんお疲れかと思うので、ちょっと肩とかを回して少しリラックスをする時間を取りながらいきたいかなと思います。改めまして、春日と申します。よろしくお願いします。現在は先ほど紹介されました、ちょっとコンサルティングファームの方で、前職がパナソニックということもあったので、電気系のメーカーさんのお困りごとに対して、まあ、いろいろなお手伝いをさせていただく仕事をしています。ちなみに私は今、完全テレワークということもあって、つくば市二宮在住で家でずっと仕事しているというような感じです。で、本日は、まあ、世界に羽ばたく OB と、というところもあったので、在学中の話を中心にしながら、その後どんな風にキャリアを歩んできたかというところをお話しさせていただければなと思っております。で、チャートなんですけれども、基本的に上がってるところは全てドイツにいて、下がってるところが日本にいるというふうに、まあ、ご理解いただければと思います。在学7年間でトータル3回、本当はもっとたくさん行ってるんですけれども、回数的にはもっと行ってるんですけども、もう長期滞在したのは3回。というところでそこが上がっております。で、じゃあ私はなんでそんなにドイツが好きなのというところからぜひお話しさせていただきたいんですけれども、2006年、私は中学3年生の時なんですけど、その時まではね、海外とか全く興味なくいい、ただのサッカー小僧でした。ずっと部活動でサッカーをやっていて、もうサッカー大好きで、部活とサッカーのことしか考えてない。っていうような、中高時代だったんですけれども、その中学3年生の時に、当時日本代表のサッカーチームすごい強くてですね、花がある選手がたくさんいたんですけど、それがドイツであるワールドカップに出場をしました。で、当然、僕はドイツだから見たっていうのではなくて、サッカーだから、見てたんですけど、やっぱりワールドカップがあるっていうことで NHK とかでドイツの街並みを紹介するような番組がやってたりですとか、あるいは画面から伝わるそのスタジアムの熱気みたいなものにこう、当てられまして、サッカーをしてるんだったらドイツに行かなきゃダメだろみたいなことを中学3年生の時に思いました。ね、そんなことはずっと心の中に思いながらも、大学の進路を選ぶときもやっぱりサッカーしたいなと。で、サッカーで体育に入っちゃうとサッカーしかできないかなというところもあったり、いろいろな事情もあって、人文学類だとドイツ語学専攻っていう専攻がありますので、まあそこでドイツ語を勉強しながら、まあメインはサッカーかなという気持ちで筑波大学に入学をして、蹴球部に入部をしました。で、まあ、いきなり下がってるのは、やっぱ筑波大の蹴球部、先ほど陸上部の話を、まあ、順がしてくれてましたけど、やはり、めちゃめちゃレベルが高い。もう当然ついていけないわけなんですよね。で、せっかく入ったはいいが、全くついていけないし、自分のこの、なんていうんですかね、存在をアピールするものっていうものも、もう何もないような、1年生から2年生途中までを過ごしていく中で、もう一個やりたいことあったな、というところで、部活を休んで、初めて行きたいと思ってから5年越しで初めてドイツに行きました。で、本当にその時のことは今でも覚えてまして、フランクフルトの空港に着いてから、フランクフルトの中央駅っていう長距離列車が走る駅まで、地下鉄で移動したんですけど、それが地下鉄はずっと地下を走っていて、で、それが最後パッと
ホームに出たときにですね、本当にあのヨーロッパのハリーポッターの世界のような駅で、こう、十何個ホームがあって、そこにこう電車が入ってきて、天井はすべてガラス張りで、みたいなのにものすごく感動して、それはちょうど10年ぐらい前の話なんですけど、もう今でもやっぱり覚えてますね。ね、そんな風にしてすごく楽しい1ヶ月間の、まあ、この時は全くドイツ語喋れなかったんですけど、まあ、語学研修なので、同じように来てる日本人の学生もたくさんいましたし、まあ、他の国の学生と、ドイツ人と一緒に授業するっていうよりは、同じようにドイツ語を勉強してる他の国の学生と一緒に過ごすので、まあ、言葉のところは特に問題はなく、まあ、楽しい思い出だけで帰ってきたわけなんですが、で、帰ってきてしまって、また部活動に戻るんですけど、やっぱり自分が楽しかったのは、あっちだよな、というふうになってくると、学校の生活が全然手につかなくなるんですよね。勉強とかもドイツ語やろうと思ってやるんですけど、こんなんいくらやったって、この前行った時全然喋れなかったし、みたいな思いがすごく募ってきまして、もうこれを解消するには行くしかないと。で、たまたま私がドイツのボン大学ってところに留学をしたんですけど、ここはちょうど学類制に交換留学が開始した直後ぐらいのタイミングで、希望が全然なくて、で、締め切り10日前だったんですけど、先生に頼み込んだら行かせてくれるみたいなくらい枠がもう余ってたんですよね。やはり多くの学生さん、留学したい方ってアメリカをはじめとする英語圏に行きたがるので、ドイツに行ってドイツ語を勉強したいっていう学生がそもそも全然いなくて、行きたいですって言いに行ったら、10日後に締め切りが来るから、それまでに全て揃えてくれっていうので、もう大急ぎで準備をして、3年生になった年からドイツに1年間留学をすることにもうなりました。もう完全に勢いでしたね。親とかにも留学のアプライを出してから連絡をして、ちょっと1年間ドイツ行くことになったからちょっとお金かかるけどお願いしますみたいな話をして、お前は何言ってるんだと言われながら、まあ行けたというところですね。やはり、この中で初めて、まあ、海外で1年間という長期の滞在をすることになったんですけど、やっぱ海外、実際住んでみると、旅行で行ったり、1ヶ月の研修で行ったりっていうのはやっぱ楽しい思い出が残るんですけど、まあ、1年間住むと、やっぱ辛いこともたくさんあるし、まあ、ドイツ人にね、もう心底腹が立つこともいっぱいあるし、で、当然、アジア人っていうことで人種差別的なことを受けることもありました。特に私は、サッカーを向こうでもずっとしていたので、相手チームから、どうしてもそういうふうなことを言われるっていうケースもあったりもして、まあ、いろいろな経験をさせていただいて、ドイツから帰ってきたわけです。ね、帰ってきてからは、今日主催をしてくれてます UTIC という学生団体に入って、留学に行く学生さんのサポートっていうのをやらせて、サッカー部が終わってからやってたんですけれども、そういうことをやってると、まあ、就職の時期がどんどん近づいては来るんですが、言った通りサッカーしてドイツで遊んでしかいない人間なので、会社員になるっていうイメージが全くわからなかったんですよ。で、それで就職活動が嫌になりまして、俺は就活なんかしなくても生きていけるんだと、いうことをこう、偉そげに言いまして、で、何お前ら世の中のためみたいな思ってもねえこと言ってんのみたいなことして、就活をしてるやつをバカにしてたんですけど、やっぱ世の中甘くないので、大学5年生の後半になってくると、カスが進路ねえぞと、どうするんだと、いうことを、当時の、論文を見ていただいた先生に言われまして、フリーターか大学院か選べ、というような状況になりました。で、そこで、まあ、1年ドイツにいたとはいえ、まあ、いい言い方をすれば、1年ドイツにいたとはいえ、ドイツ語喋れるようになった、ちゃんと喋れるようになったわけもないし、自信もないから、まあ、ちょっと心を入れ替えてドイツ語を勉強しますと。もう、筑波にいる時ってほとんど勉強してなくてサッカーばっかしてたので、ほとんど勉強もしてなかったので、ちょっと心を入れ替えてちゃんと大学院で勉強しますという話を、まあ、指導教官にしまして、大学院の方に進学をしました。で、大学院に進学をしてから、ようやくちゃんと将来のことを考えた時に、やりたい仕事は見つからなかったんですけど、ドイツっていう国が僕にとっては本当に過ごしやすい国でして、向こうに住んで、美味しいビールを飲み、週末にブンデスリーガを見て、で、また日曜日は自分のサッカーをするというような生活が送れたらいいかな、ぐらいに考えていたので、そのためには、じゃあドイツで就職しなきゃいけないと。
いうことも考えまして、大学院の時に半年間、研究滞在という名目ではあったんですけど、ドイツに行くことになりました。で結局、そうやってドイツに行って、まあ、いろいろ研究をしながら、調査を進めながら、一応就職をどうするかっていうことも考えるんですけど、やっぱ世の中甘くないので、そもそも仕事もしたことないし、何も能力がない。しかもアジア人で、ドイツ語もまあ多少喋れるくらいのやつなんて、誰も雇ってくれないんですよね。で、失意のまま帰国をし、まあ、一回日本で仕事をしなきゃいけないな、ということで、就職活動を始めたというところですね。で、就職活動してる間も、そんな状況だったので、決してこうやりたい仕事っていうものは自分の中で明確なものは何もないし、そもそも新聞も読まなきゃテレビのニュースも見ないような生活をしてましたので、働くっていうことが何一つピンときてない。で、まあ、海外好きだったんで、で、ドイツも好きなんで、仕事を通じて、まあ、海外に行かせてもらえるようなチャンスがもらえたらいいな、と。いうことで、すべての会社に対して僕は海外に行きたいですと。海外に行ったら僕は活躍できますと。こんなにドイツに行って、ドイツ語も英語も、英語できないくせに英語もできますみたいなことを言っていたら、幸いなことに、パナソニック株式会社という会社が僕を取ってくれたというところですね。というところで最後は高いところも参ってます。で、少し、まあ、駐在の話もさせていただくと、パナソニックに入社をしてから、幸いなことに海外営業部の配属には、なったんですが、私のやってた商品の売り上げの半分以上を中国が占めていたということもあって、まあ、ドイツではなくて、お前中国やれと言われました。マジかと。行ったこともないし、喋ったこともないし、ね、上海と北京ぐらいしか知らなかったんですけど、中国の街なんて。まあ、それでも中国やれということを言われまして、中国、の営業を2年間やっておりました。まあ、その間に、トランプ大統領の貿易制裁があったりとか、いろんな中国も、先ほど三星の話があったと思うんですけど、中国も非常に変化が大きい国なので、1年、2年で本当に景色が変わってしまう、非常に発展しているっていうところを肌で感じながら、あ、日本の隣にこんな面白い国があったんだな、というようなことをやっていますと、まあ、会社から、事例は突然になんですけど、お前、夏から中国行けと。言われまして、もう拒否権はないので、3ヶ月後にはそのまま中国の上海に移って、上海の事務所で仕事をすると。中国人のうちのメンバーに囲まれながら、中国全国津々浦々営業だったので、回りながら、お仕事をさせていただくという経験に恵まれました。で結果としてそれが2年間ですね、ほとんどコロナウイルスの関係もあったんで、日本には帰国できなかったんですけど、まあ、ずっと中国で仕事をやっておりました。で、こんな感じの人生を今まで歩んできて、現在は KPMG というファームにいるんですけども、振り返ってみて、やはり、まあ、伝えたいことになるのかもしれないんですけど、思った通りに行くことの方が世の中って少ないんだろうなと思ってます。ね、思った通りに行かないときにどう思うのか、それで諦められるものなのであれば、きっとその程度のものだろうし、逆に思ったようにいかなくても、その状況を楽しんで何かプラスアルファに変えるのでもいいし、思った通りに行ってない時に歯を食いしばって、やっぱりずっと自分はこれがしたいんだって言い続けるのでもいいし、僕はそのどちらもやってきたような、学生時代は歯を食いしばって僕はドイツに行きたいと言い続けて、それでも行けなかったんですけど、で、行けずに中国になってからもは少し気持ちを切り替えて、まあ行けないなら何かこれはこれとしてなんかあるんじゃないかなというところで気持ちを切り替えて、決してこう、なんて言うんですかね、止まるのはやめなかったかなと。何クソという気持ちで走った部分もあれば、まあこれはこれで悪くねえんじゃないかな、みたいなつもりで走った部分もどちらもあって、基本的にうまくいかないので、あまりその計画を立てることに一生懸命になることに僕はあまり価値がないんじゃないのかなと個人的にはすごく思っています。現在も今の仕事をしてますけど、やっぱりヨーロッパに行きたいなという気持ちはありますので、そこに向けて準備を悩みながらしているというのが
私の現状でありますというところで、ありがとうございました。お返しします。はい、春日さんありがとうございました。はい、ここまでで4人のゲストスピーカーの方にお話を、伺いました。皆さん、いただきました。ありがとうございます。それではここから、質疑応答の時間に移りたいと思います。ゲストスピーカーの皆さんがすごく時間通りにお話をしてくださったので、予定よりも大幅に。エンボスラジオ。